やば。ラーメンこれしかないかもしれん。これ韓国のやつ。あとはうまかっちゃん1個と、これはビビン麺か。ビビン麺は違うね。今はラーメンの気分だよな。いろいろそうめんそうめんとかしかない。めっちゃいいや。これでいいや。これをいっぱい食べます。こういうキムチ残ってたんや。キムチ食べよう。チーズとかあったらいいんやけど。めっちゃ昔のある。2023年4月30日チーズ買ってこようか。チーズあった、袋。これモッツァレラこうぶち込もう。で、食後にあのショートケーキ食べよう。今日はささっと食べたいと思って、でっかいあのやつじゃなくて、プライベート吸引並みのこのあんまり大きくないお鍋に入れる。まあ言うて量は3袋でかからんのやけど、これちょっと辛いんやね。美味しいけど、普通にキムチと一緒に食べたら美味しそう。水はもちろん適当です。いや、この服久しぶりに着たんやけど、これね、昔 YouTube 始めたっての頃にママが作ってくれた、なんかのイラン T シャツ、なんかの四国大会みたいな T シャツに直接書いてくれた。可愛くない？男より欲しいもん。たまには男もいいかなと思うんですけど。いや、聞いて、今日ね、今夜の7時なんやけど、昨日何も食べてなくて、別になんかもう何も食べる気なかったけん、なんか食べんとこうと思ったけど、とりあえずなんか急にキャラメルが食べたくなって、で夜中の5時ぐらいかな、コンビニ行ってキャラメル買いたかったけん、とりあえずキャラメルだけ買って、なんかこう20個入りみたいなやつ、それをひたすら食べよったらめっちゃ気分悪くなってきて、初めてなんか胃もたれみたいな感じだわ。ほんでそのまま寝て朝起きたらもう相当気持ち悪いんよ。もうキャラメルキャラメルみたいな。でもちょっとこれはもうラーメンに消すしかないなと思って。ラーメンってあの風邪とかひいたりする人は薬飲まずラーメン食べたらね、あのいいよ。多分知らんけど、これで熱とか出ても知らんけど、あの治るよ。なんか活性効果みたいな、知らんけどね。でもプルタッポック麺とかは多分やめとけって言おうかもしれない。あれは本当に体調が悪化になるけど、だけど多分なんかもう甘いのキャラメルがずっと来ちゃったけん、多分刺激が欲しいと思って、結構辛い感じのチョコレート食べていくわ。3袋全然巻いてない。あ、大丈夫ですか？息してますか？いや、うわ、あっち。おお、水しぶき上がるよりよ。よっしゃ、今投入時期ですね。どう料理してやろうかな。ラーメンね、辛いラーメン好きな人にはめっちゃおすすめ。友達にもね、韓国のお土産で買ったら、味噌やーみたいな、あれ何みたいな、全力マッチっとだったんやけどみたいな。やけん、あの9点で買えるけんつって、リンクをあのボネりました。リンクボネったった。ちょっとこれ水多かったかもしれん。いいや。じゃだん、このねスープがね、多分これ牛じゃないわ、あの売りにしとんよ。これ20時間の間めっちゃうわっと煮込んで、コクが深いよみたいな感じのだしよね。だしらしいよね。今日どうした？あいこ真っ赤じゃないのあなた。うわー、ほらこれがね、味出すんじゃがね。これ結構どす黒色したろ。黒いよね。18金てかさ、ラーメンでこの粉じゃなくてこのニョキニョキタイプ珍しいよね。すごいよね。うわ、めっちゃいいやん。これもいい感じできたら、ちょっと短めに火止めてチーズぶち込みます。なんか部屋ぬくかったけど、なんかめっちゃ固まってるチーズ。はーい、完成です。
行きまーす。オープン。うわー、やばーやばー。白チーズ、ちょっとこれ食べていきます。ジューン、いただきます。いつもの普段のでかい水筒じゃない、あれ水筒とか言ったら悪い、あのフライパンに慣れてるけん、これがめっちゃちっちゃく感じる。今日はなんかもう水で口をゼロにして、もうゼロになってない、まだキャラメルおるわ。今日はちょっと早速ラーメンでキャラメルどもを消し去っていきたいと思います。全力チャルモッケ。いやー、チーズ伸びよるよ。これ絶対熱いよね。ちょっとこ水多かったかな。チーズやばい、チーズやばい。でもこの間これね食べたんよ普通に。結構辛くて、チーズなしじゃちょっとお腹が愛護になるかなと思って。いただきます。じょん。うん、いや、 やっぱチーズ入れて正解。全力マシッソ。うん、めっちゃ美味しい。コクがね強いよねこのラーメン。なんか20時間眠っとるみたいな書いてたやん。眠っとるだけあるわっていう味。いやでも普段のラーメンがどれだけ眠っとるかわからんけど。キムチで、あ、おいしい。白菜キムチ結構なんかデカめに入ってるよね。ちょっとこれをラーメンで一緒に。あらま、キャー、おっとけー、そうなっちゃうの。美味しい。このラーメンは普通のラーメンに比べてちょっといいラーメンなんかな。値段もそんな安いとかじゃなかったけど。ちょっと汗かく。これからの時期熱中症注意。ちょっとクーラーもうちょっと強めようか。チーズめっちゃ美味しい。 いいね。てかほんとこういうさ広い器ってマジでラーメン冷却できるけん、マジで効率いい。辛い。でもキムチがおることによっていい感じに冷却される。あ、めっちゃいい運動。おいしい、最高。あの普段食べよるラーメンのやつって広いけん結構早く冷めていい感じにね吸引しやすくしてくれるんやけど、これはちょっとね熱がねこもりこもりやけん熱い。しかも私猫舌。でも美味しいけん吸いたくなるよね。ナイス吸引。
でも最近暑いけんさ、そうめん、さっきも家にちょっとそうめんあったやんか、あのそうめんとかちょっとやりたいな。あと竹流しそうめん、竹流しそうめんって何、流しそうめんか。熱っ、めっちゃいい汗かきよる。やば、これ汗わかるかな。てかこの間さ、そう思い出した、脇汗が止まるみたいな感じで、なんかすごい急に案件みたいになるけど、全然案件じゃない、あの全力プライベートなんですけど、ツイッターでバズった時に買ったよね。なんかさ、夏ってさ、こう色変わるやんか、脇汗が止まるみたいならしい。使ったことないけど、ちょっと今度使ってみよう。てか今使ったらよかったね、普通にラーメン吸引で脇汗かかない説みたいな。ラーメン吸引でそれ検証できたら、まあまあね、普段の生活でも絶対脇汗守ってくれる。でも脇汗ってはずいよね、ちょっと。全力マシッソ。コクが、スープもね、ただの辛いスープじゃない、なんかスープの裏側に数多くの職人さんたちの物語が見えるというか、深い深海47メートル、それぐらいコク深い。あ、ほい、しかもね、これ椎茸とかね、言うね、椎茸とか言うてね、椎茸とかの、椎茸とか発音かわいいね、椎茸とか、椎茸とか、椎茸とかのね、そのに偽物じゃないんよ、なんかもう本当の本当の椎茸さん、ここにおるんよ。ほら、もうガチの椎茸が結構大きめにおるんよ。冷房めっちゃ効いてきよる、気持ちいい。スープ飲むね。いい感じの辛さにうまみがかくれんぼしてますね。しかもそこにチーズが入ってよりマイルドになってる。このキムチパッケージしただけんどこの子分からんけど、大きい白菜入ってるけんラーメンとこうやって食べれる楽しさがある。やっぱりラーメンマジでもうあとちょっとや、早っ。何もう熱すぎて最初の方全身オプシモゴッコでにょ触れそう。あんまりなんか吸ったんか吸ってないんか分からんみたいな状態だったんですけど、なんか吸引しよったけど吸引してないみたいな状態が続きよったけん、なんかマジで秒だった、マジで秒。下の方からちょっと探し出さないか、やばい、麺もうないんやけど。ごちそうさまでした。あっつい、いい運動したわ。これもう消費カロリー300ぐらい。このラーメンも吸引することによって痩せるわ。やっぱめっちゃ赤い汁散っとる。はい、ごちそうさまでした。ケーキを食べます。換気扇全開で今家の窓開けとる。
相当家臭すぎるあれ。しかも今から弟来るんやね。で多分お腹空いとるけんって言って多分ご飯行くんよ。ちょっとラーメン食べたの食消そうと思って。お前ラーメン食べたのにご飯行くんって絶対言われるけど、なんかね弟ね私に厳しいんよ。ちょっとラーメンを食べたっていう痕跡を今一生懸命消してます。ケーキは何歳になっても美味しいですよね。いきます。あんだけ辛いの食べとったら美味しいわ。うまっ。うん、飲めるよね。でもねこのねショートケーキね、要はコンビニとかの売りよりスーパーに売りよりけど安いって言うのを、このいちごがあんまり美味しくない。なんか酸っぱい。で1個残しとったらケーキやるのバレるけん、2つ食べてケーキがあったっていう存在の証拠を消したいと思います。てかね、家のネットフリックスなんか使んなったんやって。他のアマゾンプライムとかディズニープラスとか見えるけど、ネットフリックスだけがもうなんかエラーコード 2-5 みたいな。いくら解決策検索してそれ実行しても直らん。ネットフリックス携帯で見ようよね今、めっちゃ不便。そういえば今日の本当の目標であったキャラメルの味を消すっていうことに大成功しました。けどケーキ食べたけどなんかまた口の中めっちゃ甘くなりそう。酸っぱ。ラストです。ごちそうさまでした。チャンネル登録お願いします。以上、ミスでした。バイバーイ。